です。よいしょ、切ってかかってきますね。すいません。尻尾がちょっとごめん。すいません。体重が 457g ですね、はい、こんな感じですよね。そうですね、今みたいな感じでちょっと今年マスキング以外の時にも打ち明けたりするんで、わかります。そうです、元気ないとかは全くないんですけど。わかりました。空気を含んでこんな感じでこう黒く抜けてくることが、正常、はい、でこちらにお顔があってお胸があってお腹なんですね、はい、で、このお胸の広がり具合って結構個体差があって、はい、その子にも寄ってくるんですけど、基本的に黒くすっきり抜けてるのが正常なんですけど、はい、なんかこの辺ちょっと白もやがかかったり、はい、お腹の例えば食べるものがすごく食べてきてしまってお腹すごくせり出してくるとか、うん、お腹なので肺の問題なのか、それともお腹の中が張ってきてる問題なのかっていう区別が、結構難しいことが特にレントゲンだと多いのかなっていう形ですね。でこれもやるかところに注射していきます。でよいしょ、そんな感じ。そうですね、大丈夫か。注射するね。頑張れ。痛くないんですか、その。いや、まあ針をなのでちょっと痛いと思う。いや、痛い。はい、お利口さんでした。反応なさすぎる。全然やばい。偉かった。大丈夫、少しこれで良くなるといいんですけどね。今日家帰ってちょっと温浴させるとか問題ないですか。やっていただいた方がいいと思いますね。あとは水分、無理に口に入れる必要はないと思うんですけど、なるべく水分取りやすいようにですとか。ちょっとレントゲンの時に動いちゃったんで、もしかしたら今日疲れちゃったかもしれないですけど、ね、はい、少し安静にしてこれ。
手術になるんですよ。胸を開いて。